説明します。 切り替えの可能です。
手を使ってください。ダッシュを解除するには再度ダッシュボタン。2回連続でダッシュボタンを押すと急ターンもできます。さらに高速で移動する場合はスーパーダッシュを使ってください。スーパーダッシュ中は攻撃ができません。注意してください。必要に応じて上昇下降を使ってください。この先に進むにはエリアルートを解放する必要があります。エリアルートをロックしている敵部隊を想定してください。黄色のマーカーが目印です。エリアルートの解放を確認。接触すれば次のエリアに進みます。呼吸ポイントの制圧に成功。呼吸ポイントをロックオンして接近すれば自動で呼吸を受けることができます。呼吸ポイントの使用は有限なので注意してください。呼吸ポイントではウェポンの補充や AP の回復が行われます。呼吸ポイントを利用するには防衛部隊を撃破してください。メガブラスターキャノン。作戦目標を達成。初戦としては素晴らしい成果でしたが、これからは厳しい戦いが待っています。私ができる限りのサポートはしますので、これからもよろしくお願いします。なんだよ、楽勝じゃねえか。